昔々ある遠い世界に繁栄した都があったという。任侠の庇護のもと、そこに住まう人々は皆平穏な暮らしを楽しみながら家業に励み、しかしお猿忍者という名の悪党が任侠を殺害、城主の座を簒奪し、それは忍道に入って間もない娘よ、お主の決意を認めよう。今日からお主は両蘭忍法を継ぐものじゃ。はっ、ありがたき幸せ、心より感謝するマスターアクちゃん。見よ、この陰に覆われた町、罪にまみれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、全ての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波、無常で無常、無類で無類、お猿忍者の聖者、邪術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界、それらは天下の怒りに至り、お主が任侠の意志を継ぎ、忍者の罪を清算してくれ、忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ、百姓たちの平和な暮らしを。さすがはマスタークチャ、なんと流暢な忍びマントラだろうか。ふむ、拙者は修行に励み、いつか必ず両蘭忍侠になってみせよう。お主のその覚悟に感服するぞ。だがお主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。では拙者は何と名乗れば。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの忍号なのじゃ。だからこそお主自身で決めなければならない。お猿忍者さんを倒すため、少女は両蘭忍法を継承すると心に決めた。彼女は己の忍号を蘭波と定め、マスタークチャの下で修行を開始したのだ。蘭波に忍法の秘奥を悟らせるため、マスタークチャは彼女に過酷な試練を課したが、闇に覆われる忍びの都を解放するため、蘭波は度重なる試練を乗り越えた。マスタークチャは分かっていたのだ、蘭波は真の忍者になりつつあると。そして彼女が背負うべき使命が間もなく訪れる。忍と蘭波。はい、ここに。弟子入りして早5年、お主は苦行に耐え、試練を乗り越え、あらゆる忍法に精通するまでに至った。今日ここに両蘭忍者の名を与えよう。これからお主は忍者を討伐する先兵となり、忍びの都を牽引していくのじゃ。ありがたき幸せ、マスタークチャの恩情に心より感謝する。この巻物を持っていけ。これには両蘭忍法の奥義が記されておる。その奥義は、邪水が恐れる異彩を放ち、忍者の陣をことごとく破ることができるのじゃ。これを忍びの都に振りまき、インクの色彩ではびこる闇を払い、罪と悪に抗う旗を掲げよう。だが拙者は何を書けばいいのか。
それはわしにもわからん。お主はただ心の中に思い描く絵を表現すればいい。それがお主だけの忍法となるのじゃ。つまり何を描くかはお主自身が決めなければならん。運命は時間をラーメンのように引き伸ばす。忍びの都はお猿忍者さんによって地獄と化した。その惨状は大嵐の神も思わず目を覆い、ため息をつくほどだ。最後の忍者、両蘭忍者 AKA 蘭波はマスター・クチャのもとで10年にも及ぶ辛い修行に耐え、あらゆる忍法を収め、どんなに長いマントラでも逆からスラスラ唱えられるようになった。しかしマスター・クチャは分かっていたのだ。ランハに他の忍教の教えを受けさせ、彼女を無常の忍道を実践する両蘭忍教に育て上げることでしか忍びの都は救えないことを。牛三つ阿は一筋の流星が夜空を切り裂く。それこそが忍と蘭波の終わりであり、忍教蘭波の始まりであった。初めて見る顔でな。お主は？我は殉死の神殿を得た忍教、お猿忍者さんを討ちに来たのだ。忍教？では拙者の試練は終わったということか。試練？最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けること。拙者は忍教を名乗れるだろうか。おお、大嵐の神よ。なんと毅然とした忍びソウルだろうか。なるほど、そなたほど純然たる忍者であれば忍教を名乗っても問題はないであろう。お会いできて光栄だ、両蘭忍教。10年に及ぶ苦行の末、一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は両蘭忍法を無駄にはしなかった。マスター・クチャ、この瞬間を見せられたらどんなによかったか。では我は忍者を討ちに行くゆえ、これにて失礼する。待ってくれ。拙者も今や忍者に対抗できる忍教、お主の助立ちをさせてはもらえないだろうか。いや、そなたの狩りは終わっている。これは我の狩り。リリ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 リ。カット。ランハ、お主は己の忍道を理解しておるか？もちろん。拙者の忍道は両蘭忍教になることだ。忍道とは忍者が一生をかけて貫くもの。それだけでは忍道とは言えんの。では忍者を倒すことだろうか。いつかお猿忍者さんを倒したとして、その後は？両蘭忍教になりたいのはただ憎い仇を打ちたいからか。この世にいる忍者は彼らだけではない、そういうことか。さよう。銀河忍界には
星の数ほどの悪党がのさばっておる。しかし神は今を生きる者を気にかけたりはしない。そして優れた忍びパワーを持つ忍者マスターたちも互いに争っておる。これこそが末法の世じゃ。ならば拙者の忍道は止まることなく全ての悪を払うことだ。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示せ。末法の世が終わるまで。完璧だ。